107歳の生涯を木彫りに捧げた茨城出身の彫刻家平櫛田中の作品を展示する美術館が今月18日にリニューアルオープンします。昨日一般公開を前に内覧会が行われました。鏡獅子などの作品で知られる彫刻家平櫛田中です。平櫛田中美術館は建物の老朽化やバリアフリー対応などのため2020年から進められた建て替え建設が完了し、今月18日にリニューアルオープンします。新館の床面積は以前の 1.6 倍になり、 LED 照明が導入された展示室で往年の作品を楽しむことができます。明るくなって作品が映えますよね。改めてもう田中さん の凄さが分かります。もともと田中先生ね、長生きされましたし、本当に人間がどう生きていくべきかっていうふうなことを教えてくださった、そういうことが、ま、皆さんにまた伝わればいいなと思いますけどね。新館のエントランスホールにある鏡獅子の原寸大パネルにはある仕掛けが。ここで QR コードを読み取ってスマホをかざすと AR 鏡獅子が出てきます。スマホに現れた AR 拡張現実の鏡獅子はあらゆる角度から見ることができます。窓からは隣接する庭園、田中園の景色が広がり、市民が展示会などに使えるギャラリーも設けられるなど、気軽に立ち寄って過ごせる施設になりました。この美術館は、平櫛田中の作品を所蔵していると同時に市民ギャラリーを併設しております。この市民ギャラリーはやはりこの茨城の文化芸術の交流拠点として期待をしております。リニューアルオープンする18日には開館式が行われ、午後1時から一般公開されます。